しっちょるカンパニー。この番組では普段知ることのできない地元企業の仕事について皆さんにお伝えしていきます。今回ご紹介するのは岩国地区消防組合です。岩国地区消防組合は岩国市と和木町を管轄する機関で、昭和48年4月に発足後、2023年に50周年を迎えました。近年激甚化頻発化する災害への対応や救急需要の増加への対応など、さまざまな場面で私たちの生活を支えています。私は今、岩国市後子町にある岩国消防防災センターに来ています。今回はこちらでのお仕事内容や訓練の様子などをご紹介します。岩国地区消防組合は、岩国市と和木町を管轄する消防組合です。消防本部の中には様々な部署があり、迅速な消火活動に加え、事故や急病など緊急事態に対応し、必要に応じて医療機関への搬送などのほか、火災予防のための防火教育など、その活動は多岐にわたります。岩国地区消防組合が管轄するエリアでは各地域に出張所があり、それぞれの地域で活動しています。今回ご紹介していただくのは岩国地区消防組合の藤田さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今私は岩国消防防災センターに来てるんですけれども、こちらとても広い建物ですね。ありがとうございます。それではご案内いたしますので一緒に見ていきましょう。こちらの岩国消防防災センターは消防本部と中央消防署、また防災学習館も併設されています。こちらの防災学習館はどういった施設になるんでしょうか？はい、防災学習館では災害について学び、もしもの災害に備えられるように防災シアターのほか、煙、避難体験、消火体験、地震体験などができます。火事だ。山口県、広島県、愛媛県、大分県では強い揺れに警戒してください。テーブルなどの下に隠れてください。倒れやすい。私たちもこうやっていろいろな体験ができると、いざという時に役立ちますね。そうですね。いざという時に落ち着いて行動するためにも体験しておくことは大切だと思います。私たちも火災や災害に備えて訓練を積んでいます。こちらは消防活動訓練の様子です。この訓練は石油化学コンビナートなどの大規模危険物災害を想定した訓練の一つで、3点セットと言われ、大型化学車、大型高所放水車、泡原液搬送車から編成されています。消火活動では、現場で情報を集めたり指示を出す本部を立ち上げ、コンビナートの関係者に状況を確認し、他の防災組織との連携も図ります。タンクの直径とかわかります？直径は30メートル。30メートル。高さが15メートル。15メートルですね。実際の災害や火災現場では、迅速に活動するだけでなく、急いで作業することでの事故も防がなければなりません。焦らず落ち着いて隊員同士で声を掛け合いながら準備を進めていました。この日はまず大型高所放水車での消火活動の訓練を行いました。
この大型高所放水車では障害物などで近づけないような場所でも離れたところから放水することができます。またコントローラーで車両から離れた場所でも操作ができるため、隊員の安全を確保しながらの活動が可能です。工場などがある岩国和気地域で安心安全を守るためにもこういった訓練は欠かせません。そしてもう一つ、危険物などの特殊な火災に有効な消火方法の訓練も行われました。これは泡を使っての消火で、泡の元となる原液と水を化学車両で混合して送り出します。された泡で燃焼面を覆い酸素を断つことで火を消し、可燃性蒸気の発生、飛散を抑えられるなど効率的に鎮火できる仕組みです。ここでやるのは基本パターンで年1回この時期にやります。で、あとは各企業さんの訓練がありますんで、その時も一緒のこの体制で水を出して訓練をやってます。3点セット放水訓練終了します。よし、いろいろな種類の車両があるんですね。岩国地区消防組合には何台ぐらいの車両があるんでしょうか。はい、当消防組合管内には、52台の車両がおります。で、こちらの施設内には、31台の車両が待機しております。ではここで岩国地区消防組合に配備されている車両をちょっとだけご紹介します。はじめに紹介するのは水槽付き消防ポンプ自動車天竜号です。その名の通り水槽がついているため、水の供給が困難な場所でも消火活動ができる車両なんです。それだけではなく、圧縮空気泡消火システム TAFS 装置を搭載しています。 TAFS 装置は水に少量の消火薬剤を加え、そこへ圧縮空気を送り込むことにより泡を発生させる装置で、水の表面積を広げることで効率よく消火することができるそうですよ。続いてご紹介するのは救助工作車新潟です。救助工作車は救助活動に必要な資機材を積載し現場へ運搬することを目的とした消防車です。クレーン装置やウィンチなども装備していることから様々な活動が可能です。また油圧式の救助器具も積んでいて、交通事故で車両が変形して両救助車が挟まれた場合に車両を切断したり隙間を広げたりして救助する際などに使います。事故や災害における救助など様々な現場で活躍する車両です。たくさんの車両があってとてもかっこよかったですね。こちらでは何人ぐらいの方が働いていらっしゃるんでしょうか。はい、当消防組合の管内には232人の職員が勤務しており、消防救急活動だけでなく、火災を未然に防ぐ予防などの業務を行っております。日本の消防組織には岩国地区消防組合のように一般職の地方公務員である専任の職員が勤務し、火災予防、消火、救急、救助と災害の防除を行う常備消防、他に職業を持つ消防団などの非常備消防、それに住民の自発的な防災組織の防災組織があります。消防職員の勤務条件は火災出動など24時間即応体制を維持しなければならないため、
査、防火、防災指導などを行う毎日勤務と、消火、救助、救急など24時間体制交代制勤務があります。それぞれの部署で住民の安全安心を守るためにさまざまな任務に当たっています。22歳ぐらいの時に見た新潟中越地震で活動するハイパーレスキューの活動を見て、誰も、知らない人に対して救いの手を差し伸べるっていうの姿を見た時にすごく心が打たれて、それで自分もそういったすごい心の強い消防士になりたいと思って消防士を目指しました。で、岩国消防に入った理由も地元が岩国なんで、地元のために、何かできないかなと思ってここ地元の岩国地区消防組合に入りました。消防業務はすごく幅が広くていろんな業務があるんですけど、私は全て人のため地域のためにつながってると思ってます。なので人のため地域のために何かがしたいっていう強い気持ちがあれば、私はどんな人でも向いていると思います。ということで、今回のしっちょるカンパニーはここまで。次回は岩国地区消防組合の後編をお届けします。それでは次回もお楽しみに。